ジャウンプル・スルターン・アサは、北インドのアワード地方を支配したイスラーム王朝。ジャウンプル王国、シャルキー朝とも呼ばれる。北、インドを支配していたトゥグルク朝は、14世紀末に、ハイルと王族間で内紛を起こして衰退した。マフムードシャーの漢岸で最小を務めていた、ホージャジャハーンは、このような中で、1394年に、ジャウンプルにて独立して、 スルターン・アッシャルキーと称した。1398年、トゥグルク朝は、ティムールの侵略を受けて壊滅的打撃をこむった。このため、ホウジャジャハーンの養子であるシャムスッティ・ムバーラクシャーは、トゥグルク朝の弱みにつけ込み、その独立を宣言した。シャムスッティ・ニブラーヒームシャーのコイン・ムバーラクシャーの、知性は短期間で終わり、その弟のシャムスッティ・ニブラーヒームシャーが即位すると、王朝は、 全盛期を迎えた。このスルターンの知性は38年の長きに及び、ジャウンプルは、インドの学問、文化の中心都市として発展し、壮大な入り口を持つ、この地域特有のモスクが建設された。これには、トゥグルク朝崩壊後、東のシーラーズとまで称されたデリースルターンアーサが、衰退し、文化人や知識人が東に避難してきて人材が集まったことも、 大きかった。だが、イブラーヒームの時代が終わると、王朝の繁栄に、陰りが見え始めてきた。イブラーヒームシャアの後を継いだナーシュリッディーン、マフムードシャアは1452年以降、サイード朝崩壊後に成立した、ローディアサと27年にも及ぶ戦争を引き起こした。その理由として、彼は、サイード朝の王女を妻としており、 またローディ朝アサが脅威となる前に成立して間もない段階で叩こうと考えたからであった。1457年、マフムードシャーが死ぬと戦争の最中に王朝内で内紛があった。息子のムハンマドシャーが王位を継承したものの弟のフサインシャーが反乱を起こし彼は金氏で殺害された。百七十九年、フサインシャーはローディ朝のバンフルールローディに敗れて ベンガルスルターン朝に逃げ、王国は滅亡した。ありがとうございます。